ハンスゲオルク・フリードリヒルートビヒロベルト・フォン・フリーデ、ブルクは、ドイツ海軍の軍人。最終階級は、海軍大将。第二次世界大戦では、潜水艦隊司令長官を務めたほか、降伏文書に、海軍代表として署名した。1895年に、シュトラスブルクに、海軍軍人、カール・フォン・フリーデ・ブルクとエリーザベト・アーデル・ハイト・アグネス。 ヘトビクの息子として生まれる。1914年4月1日、ドイツ帝国海軍に入隊する。第一次世界大戦には、将尉として従軍し、ユトランド沖海戦に参加した。1916年7月13日に中尉に、昇進。1918年6月に、有望とト乗組員となり、U-114 の見張り士官を務めていた。12月からは、 軽巡洋艦レーゲンスブルクの艦般員として配属され、1919年10月まで勤務した。大戦中は二級鉄十字章を授与された。戦後は、バイマル共和国軍海軍に残り、1920年5月に、軽巡洋ケイニヒスベルクに配属される。6月から9月にかけて、北海艦隊司令部に配属され、軽巡洋艦 ハンブルクの副官を務める。1922年2月から9月にかけて、司令官付副官を務めた後、1924年6月に、第二沿岸警備代替指揮官を務めた。9月からは、ミュルビク海軍兵学校で、魚雷科目教官を務め、1925年4月から5月は、ハンブルクの練習公開に同行し、 1927年6月30日まで、教官を務めた。1932年6月16日には、ドイツ国首相、クルトフォンシュライヒャーの参事官を務める。1933年2月1日に、国防大臣、ベルナーフォン・ブロンベルクの海軍副官に任命され、4月1日に、少佐に昇進する。1934年、 中佐に昇進し海軍総司令部付けとなる。1945年5月4日、降伏文書に署名した、フリーダブルクと文書を受け取るモントゴメリー1936年9月30日に、軽巡洋艦カールスルーへに配属され、1937年1月1日に、艦長に就任。スペイン内戦では、 フランシスコ・フランコの反乱軍を支援するため、海上封鎖を実施した。3月17日から海軍総司令部に配属。1938年11月1日まで勤務し、1939年1月1日に大佐に昇進した後、北海司令部付け参謀を2月5日まで務めた。1939年2月6日に潜水艦部隊指揮官に任命され、 6月6日からは、U27 艦長を務めるが、7月8日には、潜水艦隊司令長官、カール・デイニッツ提督の下で、組織部参謀に転じる。第二次世界大戦勃発直後の1939年9月、組織部長に就任。1941年9月12日、潜水艦隊副司令長官に任命され、少々に昇進。 1943年2月1日にデイ、デーニッツの後任として、潜水艦隊司令長官に就任し、9月1日に、中将、11月1日に大将に昇進した。相当アドルフ・ヒトラーが自殺しデイ、デーニッツが後継の大統領になった1945年5月1日、2月1日付に、訴求して、海軍総司令官に就任した。 1945年5月7日、降伏文書に署名する、フリーデブルクとヨードル総司令官としての職務は、ドイツの降伏事務処理がほとんどであった。5月4日、リューネブルクで、バーナード・モント・ゴメリーと会談した、フリーデブルクは無条件降伏以外認めない旨を、通告され、デイニッツからの許可を得て、イギリスに対しドイツ北西部部隊の、分離降伏文書に署名した。 この時点において、北西部は、ドイツ軍の支配が及ぶ領土のほぼ全域に相当した、ため、分離降伏は、実質的な全面降伏を意味していた。5月7日、ランスの連合国遠征軍最高司令部で陸軍のアルフレート・ヨードルと共に、ドイツ国防軍の無条件降伏文書に署名。翌8日には、ベルリン・カールスホルストのソ連軍司令部で、陸軍のビルヘルム・カイテル。 空軍のハンス・ユルゲン・シュトゥムプフと共に降伏文書に署名した。5月23日、連合軍がフレンスブルク政府の閣僚及びドイツ国防軍司令官に対する逮捕を開始し、デーニッツとヨードルが逮捕された。同日、イギリス軍はフリーデブルクの逮捕を宣告し、フリーデブルクは自宅のため宿舎に戻った際に服毒自殺した。死後、遺体は フレンスブルク近郊のアーデルビューに葬られた。フリーデブルクの墓長男のルートビヒフォン・フリーデブルクは、第二次大戦中は最年少有望都官長となり、戦後は社会学者となり、マックス・ホルクハイマー、テオドール・アドルノのフランクフルト研究所に勤めた。また、ドイツ社会民主党の政治家として活動し、1969年から1974年まで、 ヘッセン州文化大臣を務めた。次男のフリードリヒフォン・フリーデブルクも大戦中は、有望と乗組員として従軍した。戦後は、ジャーナリストとなり、イギリス軍によるヘルゴラント等の訓練爆撃を、批判した。国際分野での取材活動を評価され、アメリカ広報学会から表彰され、晩年は、ブラウニエジーの広報担当を務めた。ありがとうございます。